今回なんですけれども、金ちゃんラーメン担々麺ですね。食べてみようかなと思います。こういう感じで、ネット4分タイプになっています。これはですね、香川行った時に高松でスーパー寄った時に金ちゃんラーメンですね。結構いろんな種類売ってて、え沖縄とかだとこう通常の醤油とかそういうメインの味付けの カップラーメンを売ってたような気するんですけれども、えー、過去こ行ったときですね、結構いろんな種類売ってたので、えー、担々麺がまだ見たことなかったので、ここですね、銀茶ラーメン担々麺、これですね、これ、どんな味か気になりましたので、買ってみました。えっ、ー、と、麺はですね、油揚げ麺になっていて、内容量ですけれども、全体 80g、麺が 60g と。 いう感じです麺の雰囲気ですけれどもこんな感じの少しですねカップヌードルとかと比べると若干太めの感じの麺になっていますそして調味料関係ですけれどもこんな感じですねえー、とこれ粉末スープですねでこれが火薬で調味油あと湯で調味油これになってますね それでは出来上がりましたこんな感じですね麺の太さはいつものきんちゃんラーメンっていう感じでしょうか若干なんか太い感じもしますけどもでスープの感じこういう具合ですね後入れの油が高ラー油になっていてこの辛みが追加されたって感じですでスープの濃さはこういう感じゴマが結構入ってるのでゴマの香ばしさ 楽しめると思いますそれでは少し食べてみますそれではこんな感じで食べ終わりましたまず麺ですけれども通常の金ちゃんラーメンかまたは 若干ですね、あの通常の金ちゃんラーメンよりも太めになってるかなと思いつつ食べたんですけれども、麺はいつもの感じでこう美味しかったです。で、この辺ごまがついてるのわかるかなと思うんですけれども、ごまがですね、プチッとしていて香ばしくて、このごまが結構たっぷり入っていたのがすごく美味しくて良かったですね。食感もこう、ゴマのプチプチッとした感じの 部分ががとても良かったたのででそれが気に入りましたでスープも結構ですねコクがありまして、えー、麺と絡んでちょうどよくあの味の濃さもまあまあしっかりあってですね塩分の感じも、えー、若干濃いかなーっていう部分もありましたけれども美味しいなと思いました ラー油がこう入ることで辛さがですねピリッとしていましたのでそのピリ辛具合のバランスも個人的にはちょうど良かったので美味しかったですねきちゃんラーメンのこのシリーズ結構ありましたので、えー、今回ですね香川に行きましてこの担々麺食べれてよかったです気になりましたらきちゃんラーメンですね食べてみてください